コウ君かい？君は危ないところだったんだよ。こいつらはヴァンパイアなんだ。人の生き血を吸い、満月の夜は狼となり生肉を食う。君も食べられちまうところだったのさ。そして私はヴァンパイアハンター、生きる屍を葬り去るためにやってきた。私たちはもうヴァンパイアじゃないわ。人の血は捨てないの。これが証拠だ。この銃に入っている弾は木製だ。土に帰ってもらうぞ。できんのだ。金魚ショー。はいや。もちろん教えてやりたいが、ただじゃねえ。お金ですか？お金なら僕持ってるだけあげます。で、いくら持ってんの？今は持っていないんです。え？でも必ず今度持ってきます。そんな目で見ないでください。本当に必ず持ってきます。で、家にはいくらあんの？700円あります。そんなはした金じゃねえ。来月分のお小遣いもあげるよ。全部で1700円。わかった。そんな低料金で受けることはねえが、おじさん、君の思いに心打たれた。月光ピカピカライト、行くぜ。これでどうすればいいんですか？トナカイ、やった！空気が漏れてる。銭形水平。お
魔法は嫌いなのよ。いっぺんに300年は年取ったみたいだわ。ママさんは一度魔法を使うとその力の分だけ年を取ってしまうそうで、ピチピチに戻るまで棺桶の中に閉じこもるそうです。それとパパさんの方ですが、雨水溜めに溜まったパパさんをパパ型の胃型に入れて血を一滴入れるとまた元の形に固まるそうです。そして僕はというと、スーちゃんと仲良くなることができました。これからもよろしくね。一家と付き合っていくことは大変そうですが、楽しいこともありそうです。ママではこの辺で。はい、パパ